どうすればいいんだテロリストを通してしまったってことなのかなやっぱり僕は今。さて、25日ですね。入国券ですね。面倒なことになってきたよな、どんどん。まあでも、券があればいいから、逆に言うと。逆に言うと、券があればいいから。はい、こんにちは。入国券ありますからね。25日。はい、問題ないですね。 日付も問題なし。ええー、と、これどこアンテグリアか。グロリアン。問題ないでしょう。はい、どうぞ。次の方どうぞ。考えることがたくさんになってくるね。今はまだ大丈夫だけどね。オブスタリアンか。ってことは入国権がないですね。入国権の提出お願いします。あ、ありがとうございます。 問題ないですねそうだね。えー、っと、オブスタリアオブスタリアオブスタリアいはいはいはい。問題なさそうですかね。はい。では、お渡しますね。次の方、どうぞ。はいはい。またこれか。えー、っと、続きは問題ない。これどここれどこだっけインポールか。 えー、ツンケイド。問題なさそうですね。はい。返せないんか、これ。はい、こんにちは。コレリアですね。82年12月、11月25日。これチアか。えーユルコシティ。はい、問題なさそうですね。はい、どうぞ。楽しんでくださいね。 次の旗どうぞ。いいぞ、順調だぞ。順調にできている。そうなんですよ。テロあったんですよ。ちょっと怖いですよね。しかもすぐそこ、すぐそこというか、ここなんでね、本当に気をつけたいところです。そういう人を早くね、見つけて、ここで止めないと、僕が。なんか怪しそうだな、フードかぶって。 きがともちも違うな、まあじゃあ返しますか必要な書類がちゃんと生きてないのでね申し訳ないですけどはいえー、っととりあえず入国券もらってもいいですかえあっアスつかツカだからいいのかおのれがおのれが間違ってました失礼いたしました どちらかというと日付ですか。はい。ではまたね、お願いしますね。また必要な書類を準備してお願いします。次の方。あ、出た。あのー、何もないもしかして。 とりあえずパスポートが言えますよ。パスポートいるんですよ、実は。そういう決まりでですね。これ、入国審査の出来高に入らないんだろうなえー、っと、期限問題なしですね。で、えー、っと、インポールですね。はい、はん。 顔変わられましたいや、これ変わりすぎでしょ、さすがに。ね、そういう問題じゃないっしょ。むしろ細くなってるから良くなってるから残酷ではないんだろうな。やっぱ、お太りになられてるわけじゃないからね。アストラツカ、時刻内ですね。ただ、格好都市が違いますね。 あ,あ、とぼけるのであれば、ちょっと入国できませんね。次の方どうぞ。はい、それお願いします。はい、日付問題なしですね。なんか、顔変わってますね。一致なんだ、これ。あ,あ、ちょっと待ってね。インポール。問題ないね。はい。では、楽しんでくださいね。次の方どうぞ。 はい、書類お願いしまーす。アストロツカですね。はい、問題なさそうですね。はい、次の方どうぞ。はい、あれが入れますね。とりあえず入国券を出していただいて、日付 OK。リパブリア。はい、なくしちゃったか。じゃあちょっともう一度発行してきてもらってください。 次の方どうぞあと1件か2件かなやれてえー、期限とかは問題ないイルコシティオッケーですねはい問題を重ねないようにお願いしますね次の方どうぞまだいけるか まだいけるけど、とりあえずこれは日付がダメなので。おっとっと,っとはい、次の方どうぞ。これでラスト一人かな。もう時間だね。はい、えっと、11月25日付は大丈夫、えー。シングルトン OK ですね。はい。では、楽しんでくださいね。 じゃあ今日はこれでおしまいですね。<laughs> できるようになっている !16 もやったすごいじゃんやばない給料80ドルももらえたんだ。いや、80ドル、安いか今の勝ちでいくと。8時間働いて80ドルか。 もうちょっと欲しいな。この国の、この、なんて言うんでしょうね。相場がどんくらいかわかんないけどね。住居費、えぐないだって。20ドルって。なかなかだよね。まあでもとりあえず家族はみんなやしないてるから、まだよしか。まだよしかな。 必死に働いてるなぁ。それにしても。はい。国民には ID カードの定常義義務付けると。で、外国人は入国権ではなく入国許可証になりましたよ。ということですね。で、今後入国権は審査基準もあれしませんと。はい。わかりました。まあ、ここはもう、もうって感じで、今更って感じだよね。よしやっていくぞ今日も頑張ろう待って、6時から6時で、12時間働いてない僕。 お、二国券じゃないね、ちゃんと。仕事一ヶ月で。お、いいね。はいはいはい。えー、と、とりあえず日付を OK ですね。で、これチアでしょ二周目スト。ああ、まあ良さそうじゃないはい、どうぞ。楽しんでくださいね。楽しんでください。就労だから頑張ってくださいねって感じか。どっちかというと。大変だね。隣国まで。 乗り継ぎ14日間長いな。だけって言うけど、長いよ結構。はい、こっちは問題なさそうだね。えっ、ー、と、インポールだね。はい、反ンあ、いいんじゃないはい、どうぞ。次の方どうぞ。はい、それお願いいたします。オブスタリアン。入国券だとちょっとダメですね。えっ、ー、と、許可証ですね。<laughs> これだけだと難しいので、えー、入国許可証を持ってお願いします。たまにこういう人いらっしゃるんですよね。はい、書類お願いします。これチアですね。2ヶ月。そこは問題ないんですけど、ちょっと日付が。じゃちょっとすいません、お返しいたしますね。次の方どうぞ。 えーっと、6ヶ月。すいません、ちょっと日付が、日付がダメですね。ちょっとまた取り直してきてください。悪いのは、あの、ちゃんと正しいものを持ってこなかったあなたなのでね、ヒトむラムの形がいいですよ。さあ、オブスタリアンですね。 数日、数日、十数日を数日と言っていいものかってところではあるけども。あ、ないんだ。いいらしい。ほな、問題ないか。ほな、問題ないか。女性なのあ、いいんだ。<laughs> 失礼しました。<laughs> えっと、どこだっけオブスタリアンね。オブスタリアン、はい、良さそうですね。 はい。では、失礼しました。問題を起こさないようにお願いします。問題を起こさないように失礼しますもおかしいけどね。おおこれ、指摘したやんけ。不適当って、指摘したよ。意味がわからんや一1ヶ月。はい、OK です。この国に尽くす意味なくなってきたぞ、どんどん。なんか名前違くね、はいはい、何え 説明登録なしですかじゃあダメですね。えっ、ー、と、これか。これじゃないわ。これか。多すぎる。多すぎます。好きの方。まずい。家族は養えない。この調子じゃ。あ、出た。えー、っと。えー、っと。とりあえず ID カードが必要ですよ、と。 国も違うんだね。次の方どうぞ。人で選び始めてる。これ良くないよ、でも。この人はどうせダメだろうで考えるの、ね、良くない。アストロツカ、就労ビザ、入国ビザか。はい。これはまあ問題なさそうかな。で、パラスティの OK だね。あー、ちょっと待って、日付が切れてるわ。 しませんが、ちゃんと更新してから来てくださいね。違う本持ってきてるかもしれないんでね。はい、オブスタリアンですよと。観光1ヶ月。あー、まあ問題なさそうですね。はい。で、オブスタリアン。スカール。あ、いいんじゃないですか。なんかちょっと人数をかなり違ってますが。 指紋お願いします。合致したってことなのああ、こうやって見るんだ。ああ、ま、合致してないわ。すいません。合致してないんでお返しします、すべて。次の方どうぞ。こうやって見るんだね、指紋って。知らなかったわ。今知った。学びが得られましたね。 とりあえず、日付が、日付がずれてますね。忙しかったね、言い訳。多いな、非常に。忙しいは言い訳にならんのほんまに。それで甘く通せるわけがない。決ま、決まりなんだから、そういう。就労3ヶ月。ええアイディオッケー、OK。お名前オッケーですね。えー、っと、これは、リパブリア リパブリア、ボスタン。まあ、顔も一致してるんで、いい、問題ないと思います。次の方どうぞ。はい、書類お願いします。乗り継ぎできたと。2週2日間だけの予定。はいはいはい。はい、これは問題ないでしょう。えー、インポールですね。ツンケイド。良さそうですね。はい、どうぞ楽しんでくださいね。 次のどうぞ。え、はい、滞在目的の変答は不適当何それあ、ずれてたってことか。数日の予定。これは問題なさそうですね。次、インポール、遠距顔も一致してるからいいでしょう。次のどうぞ。えなんであ、使名マジか。 それはマイバット。えーっと、とりあえずこの日付がダメだね。はい。じゃあ今日はこれにて、閉廷です。お疲れ様でした。うわあ。住居費が上昇した。うわ、ギリ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 だーお給料ってギリまで叶えている。おー。